パチチャンネルです。今日は有楽町にある、東京交通会館にやってきました。じゃあ見てください。どうもパチチャンネルは、どうもパチチャンネルです。こんにちは。こんにちは。東京交通会館の3階にね、このような庭園があるんですけども、ルルルルルル、今日は天気があんまり良くないんで人がまばらですね。この3階に来るとなんと電車や新幹線が見れるということで、ちょっと久々の外出で2人でやってきました。それでは新幹線見る人、はい、じゃあ見てみましょう。ご覧ください。どうぞどうぞどうぞ。早速来ました、 N700。 え、ドッキングしてるかな。どうでしょう。この距離で見られるのは嬉しいね。ドッキング、おお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 、 N700A でございます。大きいんだね、新幹線ってね。ドッキング小町と方向が違うからね。小町とはやぶさは東北新幹線だから、こっちはね東海道新幹線って言ってね、西の方に行く新幹線なの。こんなのがいるね。ヘリコプターもいたし、山手線もいますね。ね、京浜東北線も来たぞ。よいしょ、これ来た来た来た。 あんま見えないな、すげえ下のちょこっとしか見えない。ほら、あのスカイブルーのラインは誰だっけ。京浜東北線、あああああ、こっちはなんだ、臨海線かな、常磐線。常磐線、ラブ線だ。山手線とラーテミト、ラーテミト、ラーテミト、うん、以上。また来るかな、また来るから見てみましょう。うん、椅子がね、あんま高くないんでね、これみんな抱っこしないと子供は見れないのが、ちょっと撮影しながら抱っこはちょっときついですね、これ。この距離感は素晴らしい。見た？望みもう終わり？5分としないうちに次々に新しい新幹線がやってきますので、退屈せずに過ごせると思いますよ。結局何個ぐらい見れた？望み。10本ぐらい見たかな、30分ぐらい行ってて。1、2、3、4、5。ほんとね、しょっちゅう通るんで、ほんと30分で行けば十分楽しめそうですね。次は御徒町駅前の吉池ですね。ここ行ってみましょう。見て、御徒町駅前のユニクロの8階に来るとシューシューポポンというレストランがあります。鉄道が大好きな子なら絶対に楽しめるレストランとなっております。これ美味しいじゃん、これ美味しいじゃん。なんだろうね、飴かな。パパ、キッズメニューもたくさんあるしな。はい、うん、今回は北陸新幹線輝きのキッズプレートを注文して食べてみました。これなんだろうね、キッズプレート頼んだらこんなお菓子までいただけました。僕も牛肉ハンバーグのロコモコプレートをいただきました。美味しかったですよ。そしてこのレストランのすごいところは、
どこに座ってもジオラマを見ることができるんです。僕たちが座っていたカウンターからはこのようなジオラマを見ることができましたよ。すごい近代的なジオラマのコーナーもあれば、電車や新幹線を上から見下ろすこともできるんです。お店の中央にもしっかりとジオラマが張り巡らされていて、本当にどこに座っても楽しめると思います。東京タワー、うわー早い、ね、お土産屋さんもあります。さあ何買って帰ろうか。扇風機みたいなのを買いましたね。おお、すごい楽しい。うん、楽しい。おお、うん、できた。イエイ、ごちそうさまでした。お願いします。はい、はい、ということでですね、今日は有楽町の駅前にある、東京交通会館と、御徒町の駅前にあるシュシュポポンっていうレストランのご紹介動画でした。お近くの方はですね、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。そしてですね、引っ越しもだんだん落ち着いてきたので、この部屋で新しくパーシーストーリーの撮影もそろそろ始めたいと思っています。そちらの方もぜひまたご覧になってくださいね。それではまた、バイバイよ。本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよ。